フクダリングの少年女子、成績を発表します。1位山口県。それでは第1位山口県の選手2名は前へお進みください。第66回国民体育大会山岳競技ボルダリング少年女子第1位山口県、監督太田真一、選手小田桃香、選手山形茜。平成23年10月4日第66回国民体育大会会長張富士雄ガイド。おめでとうございます。続きまして予選または決勝において一撃で完投した選手に山口県山岳連盟より完投賞が授与されます。それでは完投者を発表いたしますので、お名前を呼ばれた方はその場にご起立ください。山口県小田桃香。山口県山形茜。福岡県森田明美。それでは賞状の授与を行います。授与は山口県山岳連盟会長小林博之が行います。担当者を代表されまして山形茜さんにお受けいただきます。山形さん、前へ進みください。関東省山形茜様、おいでませ山口国体山岳競技会ボルダリング競技の予選においてすべての課題を担当されましたので栄誉をたたえこれを称します。平成23年10月4日山口県山岳連盟会長小林博之、おめでとうございます。ありがとうございます。なおこの他の担当者の皆さんへは表彰式終了後に賞状をお渡しさせていただきます。担当者の皆さん、お着席ください。以上で入賞および担当賞の表彰を終わります。